アハルカラキは、ジョージア南部サムツヘジャバヘティ州の都市。現在の街の名はグルジア語で、新しいを意味するアハルと、街を意味するカラキからなるが、18世紀の旅行者、ヨハン・アントン・ギルデンシュテットの旅行記においては、この街は、アハルカタクやノルカタクの名でも言及されている。アハルカラキは、9世紀から10世紀頃に、現在の場所とは異なる位置に建設され、 1064年に現在の位置で都市とされた。1066年にはセルジューク朝のグルジア王国侵略によって街は破壊された。その後、11世紀にバグラティオン朝の地下に収まるまでは街はグルジア人とアルメニア人による領属状態となっていた。16世紀末にオスマン帝国の領域となりチルディル州の中心都市アフルケレクとなった。 第三次ロト戦争中の1811年には、ロシア帝国の軍勢が町を占領した。しかし、翌1812年のブカレスト講和条約によって、町は、サイドオスマン領へ戻された。その後、1828年に、イヴァン・パスケービチ将軍によって、再度占領され、翌1829年に、ロシア帝国領とされた。同年には、 町の主な人口はムスリム化したグルジア人であった。しかし、併合後に町のムスリムはオスマン領へ脱出し、代わってエルズルムやドーウベアズトからのアルメニア人難民が町に定住するようになった。グルジアソビエト百科事典及び自治体サイトによれば、この人口移動はロシア政府による意図的なものとされている。ソ連時代にはボルジョミ、アハルジヘ、 レニナンと高速道路で結ばれており、主な産業はチーズレモネード、澱粉、木材の製造や醸造、農業となっていた。ソビエト連邦の崩壊後も長らく、中流ロシア連邦軍の基地が置かれていたが、2007年6月、ロシア軍は基地をジョージア側に引き渡して撤兵した。市の裁判所には2人の判事と21人の職員がおり、判事の1人は、 二ノ津民田地区も担当している。1950年に開設された私立博物館には中世後期から20世紀までの4000点を超す歴史的な収蔵品がある。2007年6月の時点でインフラは1万5000人の人口を想定して設計されており、病院1軒と小学校2軒を含めた196の建造物が存在した。2009年4月、 大統領のミヘール・サーカシュビリは、アハルカラキ近郊に、水力発電所を建造するとの覚書に署名した。同時に、サーカシュビリは、ヨーロッパと中国を結ぶ高速道路構想の一環として、サムツヘジャバヘティ州とバトミを、トビリシュとアハルカラキを2010年に結ぶ、高速道路の構想も、明らかにした。市には、グルジア正教会のニコライ主教が監督する。 アハルカラキ・クムルド教区が存在し、クムルド大聖堂をはじめとした多くの歴史的建造物も,もある。また、アルメニア教会のバブケン・サルビアン主教が監督するサムツヘジャバヘティ教区も存在する。アハルカラキとトルコのカルスを結ぶ標準機の鉄道が建設され、2017年10月30日にバクートビリシーコールカルス鉄道が開業した。アハラカルキ伊藤は、 ロシア機関であり、アハルカラケ駅は異機間の接続点となっている。ブロックハウスエフロン百科事典によれば、1887年の市の人口は4303人で、民族別内訳は、アルメニア人4080人、ユダヤ人63人、ロシア人61人、グルジア人45人となっている。1897年ロシア、帝国国勢調査においては、 市の人口は5440人とされ、1969年には9500人、1989年ソ連国勢調査では15572人となっている。2014年の国勢調査では、市の総人口は8295人となっている。ありがとうございます。